九電工と九州大学は、脱炭素化社会の実現といった持続可能な社会づくりを進めるため。共同研究に取り組むことを発表しました。多様化し、複雑化するさまざまな問題の構造を。学際的な観点から分析し。イノベーションを創出することが必要となってきています。九電工と九州大学が結んだ契約では。 企業の現場の知恵と大学の研究データや人材の双方を活かした研究開発を行うことを目的としています世の中が急激な変化をする中、産と学が協力してスピーディーに研究を進めることが狙いです具体的にはまず再生エネルギーと蓄電池などを組み合わせたシステム作りやロボット技術を活用した労働力不足の解消などに取り組むということです